一個曲がるよ、あ、ケールも来た、大丈夫だよ、でも移動ができるでしょ、自由なところが見てるな、バッタリとさ一生懸命走ってる人いんだよ今この時間、日常生活のルールは家族みんなで、だって電気つけるさ気が利いてるよな、まだな DVD で6個ついてる、うん、オープン性のつこなし、うん、ほらこの人偉いね、みんな開けた人だっけ、だから車でも何でも危なかしい場所でライトをつけたしない、ゴルフもつけてるけど、そういうのがいいんだよ、フランスやドイツに足を伸ばすこういう時はボーッとしてる人が多いから気をつけないとな、ブーブーブーって吹けた時にお豆腐屋さんが来たのか、道の真ん中にいたりさ、もう特に休み明けたからな、みんな気が抜けてる人がいるから危ないよ、まだだってほらハビだってあの元に戻るのに時間がかかるようなこと言ってるもん、みんな休んじゃって、あ、そうだそうだな、ぼんやりしてるからな、そう朝と夜の時間が逆になっちゃったとかな、言うよな、空いてる家がねえのかな、あ、そうだね、こういうところいいね、ね、車が止められてる、ね、うん、スタジオだとか、でミニミニスタジオに来てみて、うん、どっかに来ないんですか、ね、車が止められてな、ね、安いところ、景色の木ありかなんかでね、昔そこで人が死にましたなんて安いのあるんじゃない、